自民党の中には保守の方々が多いだろうと、自称保守と考えていらっしゃる方、でも、保守どころか保身のやつばっかりじゃないですか、国切り売りするようなことしかやってないじゃないですか、自民党が本当に愛国者の政党であるならば、これ30年、日本の経済なんて悪くなってませんからね、悪くしかなってないんだから、だから論外なんですよ私は46歳なんですけども、これまで自民党系の候補者に票は入れたこともないし、入れたいと思ったこともないんです。 ですけども多くの人が自民党に票を入れていますで、自民党の政策から言えば、自民党が支持を得るのは大企業だとか大金持ちの方のはずなのに、そうじゃない人もたくさん票を入れていると思います、これは政策で票を入れているからではないんじゃないかと思っています。で令和新選組さんが大きくなるににはこうした人たちにも をもターゲットにしてて大きくならななならいいいいとといけないんじゃないかと思ってます私のようなもともと非自民の人から票を得るのは簡単ですけどそれでは他の野党が弱るだけだし自民党は弱くならないからです政策じゃなくて自民党に票を入れてる人にアプローチをするという考え方についてどう思っていらっしゃるかお聞かせくださいありがとうございます。 えっと、自民党は支持されてると、多くの人たちが入れてるって言いますけど、まあ全人、全有権者の中で見てみれば3割ぐらいじゃないですかね。でもまあその3割にも、えー、満たない小粒な野党が大勢いるという状況の中だと思います。自民党を選ぶ人たちは政策あんまり見てないかもしんないねっていう話だったと思うんですけど、それ自民党に入れてる人たちだけじゃないです。多くの有権者は政策見てません。はっきり言えば。雰囲気、お願いされた。そういう人たちも結構いるんですね。 政治家と政策の話、選挙の間近にしたときに、まあ、ごめんなさいね、詳細っていう部分はちょっと忘れちゃったんですけど、結構年上の先輩だったんです。あの、他党の。政策なんか見てないからなっていうことを断言してましたからね。まあ、気持ちはわかるけど、じゃあどうやってアプローチしていくのかっていう部分に関しては、やっぱり、あの、一番露出が多い人たち、つまりは、メディアに多く乗れてる人たちっていうのが、やっぱ力を持つわけですよ。そりゃそうですよね。 とにかく選挙行け、選挙行けって、親うるさいから選挙に来ました。じゃあ、どこに入れようかって考えたときに、自分の記憶に残ってるとこに入れようっていうような形になっていきますよね。で、記憶に残っている人たちってことを考えた場合に、やっぱりメディアで多く流れているっていうところがフックされているっていう状態。だからそこをどうしていけばいいのかっていうのは非常に難しい問題でもあると思います。というのは私たちはそんな露出する機会ないからですね。そこはやっぱり一人一人、令和新選組、なんとか飾らなあけろ。 で、お前ら何とかなった方がいいよ。もうちょっと力持った方がいいって思ってくださる方が、横に広げていってくださるっていうのが、一番の広告効果ってことになるんですね。その広告効果がなければ、200万票ってことになってないんですよ。参議院選挙、2019年には200万票。で、次の参議院選挙、でも200万だったんですね。で、ほとんどこれ横ばいやん、つって。伸びてないねって言われたりするんですけど、とんでもないと。その数が、 本当は伸びればいいですよ。でもそんなうまいこと伸びないから、それであったとしても横ばいというか担保できるっていうのはゃくちゃでかいことなんですよ。それがどうして達成できたかって言ったら、これやっぱり口コミなんですよ。人々の運動なんですよね。そう思います。一方でその自民党を応援してるけれどもっていう人たちだったりとか、その他からどうやって持ってくるんですかって話だと思うんですね。まあ自民党支持者で私たち、 に投票しししててくれるる人たちっていいいうううのもいるででょょけど数は少ないでしょうね自分たちは保守って考えてる。で一方、えっ、ー、と、令和は左翼だと思ってると。私たちの中に非常に幅があるんです。令和の中には。右も左もいるってことですね。固定化してほしくないんですよ。私の中では。先の代表選挙では、古谷恒平さんが令和は保守であるって言ってくださったんですけどね。で、保守の皆さんから、えー、見た。 その保守の立場から見たときに、令和の考え方ってまさに保守じゃないのって言っていただけるのはそれッ OK なんですよ。OK だけども、どっちにカテゴライズされるのも個人の自由な気持ちとしては、あんま嬉しくないかな。どっちでもいいわっていう気持ちになるんですよ。で、もちろんそれぞれの活動をやられてる方々に対してはリスペクトしますよ。それぞれの価値観で。 それぞれの運動をやってきた方々が、令和頑張れって言ってくださるのはありがたいけれどもってことですね。で、自民党の中には保守の方々が多いだろうと、自称保守と考えていらっしゃる方。でもほ、保守どころか保身のやつばっかりじゃないですか。国切り売りするようなことしかやってないじゃないですか。自民党が本当に愛国者の政党であるならば、これ30年日本の経済なんて悪くなってませんからね。悪くしかなってないんだから。だから論外なんですよ。はっきり言っちゃえば。 だから、それぞれの価値観において、同じ選択を続けちゃってる。分からないけれども、その理由は何かってったら、金でつながってたり、仕事でつながってたり、えー、人と人との関係性でつながってたり、自民党以外を検討を深くしたことがなかったり、分かりません、それは理由は。そこからどう削れるかということを考えていくのも戦略の一つかもしれませんけれども、だからといって、ちょっと保守,を保守色を強くしていこうかっていうのも何かちょっと違いますよね。 必要だからこれをやるんだっていう考え方が基礎になってなきゃブレると思うんですよ。こういうこと言ったら受けがいいだろうというような形で政策を作っていくとか、自分たちの方向性を決めていくっていうのは、なんかちょっと違うなって。だって自分もともと何でもないもん。左右でも保守でもないし、それを自分の中でなんかこう微調整していきながら、どちら側かによっていくとかっていう話ではなくて、必要だからやるんでしょって。 その必要だと思われることが保守の方でもやった方がいいよなって思われる方もいたり、左側の方からそれも必要だよねって思ってくださる方がいらっしゃって、令和っていう政党が出来上がったっていう部分ですね。ちょっと質問に対する答えになってないかもしれません。自民党から票を削るためにどうしたらいいのかっていうストレートな話に答えるとするならば、誰が一番骨太のことを言っていて、この30年のこの国の破壊に対して修復をすることを求めてて、 それだけじゃなくて、ある意味でこの資本家たちに好きなようにされてきたこの社会っていうものを立て直していくっていう非常に骨太じゃないですか、これって。というよりも、絶対にやらなきゃいけないことですよね。それに対して、まだ小さすぎるとか、実現可能性がないだろう、うお前ら小さすぎるんだから、みたいな形になっちゃうと、やっぱりこう、なかなか乗ってくれないですよね。でも育てるんだよって話です。生徒育てたことないだろって話なんですよ。はっきり言っちゃえば。だって、 あなたが投票するようになったりとかお願いされるようになった時からもう自民党は大政党として存在してたんだから。あなたの力で自民党が大きくなったわけじゃないよ。そういう話なんです。もともとそういう大きな組織。長い月日を重ねて大きな組織になってって。確かに自民党を支える一人ではあるかもしれないけれど、あなたがいなくても自民党も回るよねでも例は違うよって。あなたがいなかったらちょっと崩れちゃうからお願いね。<laughs> みんなの力がなかったら崩れちゃうんだよっていう。 っていうよりも、この空気ばっかり読む、えー、ある意味で大勢抑散状態の国会の中に、空気読まずに行きますわと、風穴開けますわっていう不穏な空気を持ち込む奴らって、これ貴重ですからね。ぜひ、そういうようなですね、者たちを一人でも多く送り込むっていうこのプロジェクト、とてもじゃないけれど、一般的な政党でいう組織という形ではないけれども、非常に自由度の高い、ある意味でこれまで現れなかったような、えー、もたち、 ウゾウムゾ山本太郎、他にも、櫛渕や大石や田谷、えー、や屋、さまざまなうぞうむぞうを中心とした、それを支援するうぞうむぞうたちによる、この国会の殴り込みなんだっていう部分を盛り上げていった方が、緊張感生まれるに決まってるじゃないですか、今、国会に足りないのは緊張感なんだからってことですね。